あなたの寝巻きを見せてください。カップル、カップルです。あなたの寝巻きを見せてくれませんか。全然いいです。なんなら今日これあれですからね、 AV のそのスカウト受けて、お話も聞いてきたんです。俺はいいって言ってるんですよ、出ても。いや、ダメです。いや俺はそれでもいいと思ってるよ。思ってる展開じゃないのよ。でも今日それで寝るって言ってたで。どう、気持ちいい？気持ちいい。嬉しいかも。これでも今日寝るんやろ。こうやって寝ます。よく寝れそうですわ、僕は。めちゃくちゃケツ触ってるやん。でも何気にロケって歩くからやっぱ健康にええもん。普段だから歩いてるんですかね。歩いてる、めちゃくちゃ歩いてる。なんで歩いてるんですか。デブやから。なんかアプリかなんか。あ、そうそうそう、 あの仮想通貨をマイニングするアプリやってるから。うん、いかがわしいやろ。いかがわしいですね、うん、大丈夫ですか。え、その仮想通貨が大暴落しても価値がなくなった。え、マジですか。本当、うん、いやでもそこまでにあの元はもう仮想通貨打っても取り返してるから、はいはい、損はないねんけど。あ、今なんかどう、ここ彼の嗅覚が。いや、これはもうちょっとタクシーの光でチェック。でも割といい年齢なように気すんねんな。どう。いや、違うな。違う。この辺住んでる人おらんかな。この辺住んでるって相当お金持ち。金持ち？くそ、悔しいな。村井さん家賃いくらですか。いや、なんで言わなかったんだ。その流れ。ま、見ました今。見えなかったか。胸がすごい揺れてました。童貞な。もう童貞の感想や。あ、いい感じだった。誰ですか。どうしたの。お尻がプリプリでした。だから童貞やねん。ずっとコメントが嫌ですよね。やだよ本当。こういうロケでカメラマン童貞。な、どんぐらいの範囲だったら行きますか。え、どれぐらいの距離。はあ、まあタクシーで1000円2000円ぐらいの距離。ああ、じゃあ渋谷区。そうね、うん、めっちゃおっぱい行かれてます。え、プラス お尻もじゃあプリプリだったらプラス、まあ、蒲田までは行くか。おう、じゃあ親にされてた時期外録チャンネルやってるやん。街録チャンネルちゃうのよこの企画。寝巻き見ようチャンネルやから。じゃあ本家に怒られんで。これ俺じゃないからね。俺発信じゃないから。あごわりちゃん、あその子聞いてみようか。すいません、今何してるところですか。友達待ってるところか。おいくつ。いや、一番難しい年齢。二十歳ぐらい。ああ、21です、今年。ほな、当たってるやん。いや、なんで当たってないテンション。いや、当たってます、当たってます。友達待ってる。いや、今ね、え、お家はどの辺。まさに、ここから30分ぐらい。あ、もうギリ。今ね、いろんな人に声かけしてもらってて、あなたの
寝巻きを見せていただけませんかっていうのを聞いてんのよ。でもしよかったら見せてくれへんかと。この後オールなんですよ。ちょっとオールか。オールなんですよ。はしゃぐ気満々やん。そうやな。そうやな。それは家戻りたないわな。すぐ終わるって言っても嫌だか。ちょっと遠いです。そうやな。30分かかるし、戻ってきたら1時間後になるもんな。うん。あげあげポンポン行っちゃってよ。ほな。あげあげポンポン行っちゃってよ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 。どこだ？どこが出ますか？行きましょう。お、行こう。まあ、年齢微妙なとこだけで行ってみましょうか。渡るときに行こう。すいません、すいません、ちょっとお時間ないですか？ちょっとだけお話聞いてもらっていいですか？大丈夫？今あの YouTube の撮影をしてるんですけど、映っても大丈夫ですか？大丈夫。いや、ちなみにお二人今何帰りですか？今日何帰り？仕事帰り。今何してるところ？今ですか？うん、今おたかつです。え、おたかつです。おたかつ何してんの？めっちゃおたかつ。何のおたく？あれ、ユニカビジョン、わかります？ユニカビジョン、なんかあの映像映るやつがあって、うん、あれで映像を見てきて、うん、そこから渋谷に来て、うん、これを見に来て、さっきまでこれだけを見に来たさっきタワレコも行ってきた。へえー、いや、あのちょっと本題なんですけど、今いろんな人にちょっと声かけさせていただいてて、もうできればちょっとお願いがあるんですが、あなたの寝巻きを見せていただけませんかと。そう、こう街歩いてる女性、普段着こんな感じでもどんな寝巻きを着てるんだろうっていうのを知りたいなと思っていろいろ声かけてるんですよ。を見せていただけたらなと。ちなみにお家はどの辺？お家は全然遠いです。埼玉、はい、埼玉からこれ見にここ来たの？おたかつしてんな。ちなみに、あ、近い。頼む。一緒でいいから。一緒でいいから見せてくれ。寝巻きを。頼むから。寝巻きみんな帰られへんねん。せやねん。ほんとすぐ終わるから。無理だ。ダメか。ごめん、おたかつ中に。頑張るわ。ごめんな。楽しんでな。まだね。ありがとう。最大のチャンスやったね。最大のチャンスでしたね、今。渋谷から上原なんか近いやん。こんなにモーディーうるさかったっけ？最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。